甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの11回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンアップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番、注目です。まずはタイガースの先発高橋が甲子園のマウンドに上がります。さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。際どいコースに送ってストライク。このクロスファイヤーはいいですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ノーボールツーストライクです。アウトコース見送っています。あっと、そらしている。バッターは一塁へ走る。ボールを拾って先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ、まず1球目、まずはインコース。膝元食い込んでいく、いいボールですね。はい、次もインコースを厳しく攻めたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。これが2球目。ああ、うちには行きませんでしたね。そうですね、ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。キャッチャーが落下点に入ります。バッターボックス丸、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ワンアウトになっています。初球打ち、ヒットになった。タイガースピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、タイガース先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。そうですよね。さあ、そのマウンド上の高橋、この状況にどう対応してくるか。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。タイガースさらにピンチになりました。ワンアウト満塁です。さあ、そして打席には亀井が入ります。気をつけたいバッターですね。さあ、ピンチは続き満塁という場面。まあ、相手に続かれてしまってますんで、ここで切り替えて何とかしてほしいですね。なるほど、そうですね。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。まあ、追い込みましたから三振を狙いたいですね。そうですね。小宮山さん、三振を狙うためにはどういった配球になりますか？ストライクからボールになる変化球に手を出してもらわないと困るので、そういうボールしかないと思いますね、ここは。なるほど。そう、このピンチ見逃しで三振を奪いました。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振でツーアウトです。ここは絶対気を抜けない場面ですからね。いや、非常にいい組み立てでしたね。まあ、まだ気は抜けませんから、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですね。さあ、この場面でバッターボックスには6番のゲレーロが入っています。初球から際どいコースをついてきます。バッターボックスのゲレーロ、今シーズン得点圏での打率は2割2分2厘となっています。あっと、デッドボールだ。当たってしまいました。押し出しで1点が入ります。ジャイアンツ1点を先制しました。押し出しでの得点、1対0。序盤から試合が動いていきます。
さあそしてバッターボックスには田中が入っています。さあなおもピンチが続き満塁の場面。いいところへ決めてきます。ストライクです。三遊間レフト前へ抜けていく。ホームに送球する。サードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ追加点、2対0になりました。タイガースさらに満塁のピンチが続きます。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。立ち上がりを攻められています。バッターボックス小林。タイガースこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。さあ押し出しで点を失い未だ塁は埋まった状態。ちょっと嫌な点の取られ方してますからここは集中が必要ですね。さあここはこれ以上失点したくないところ。角度がありますよね。クロスファイヤーですよね。はい、低めにストレートが決まっています。すぐにふわふわっと上がった。ここは打ち上げています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ジャイアンツ先に点を取りました。2対0ジャイアンツ先制です。守ります。1回の裏これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の畑。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは近本。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。これが1球目。初球打ち、この当たりはどうか。このフライはどうだ、落ちるか。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている糸原。まずはワンアウトを取っています。打ちました。セカンド取る。アウト、2アウト。バッターは3番糸井。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。当たってましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。2アウトランナーありません。この回のタイガース打線ですがもうアウトカウントが2つになっています。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっていますよね。はい、さあ2球目は何か。2球目を見送っています。バットは動きません。よく見ています。打ちました。これはどうだ。セカンドの左抜ける。これで4試合連続安打。2アウトランナー1塁。さあ2アウトながらランナーを1塁に置いています。バッターボックスには大山、そして塁上には糸井。ここは盗塁を狙ってもいいと思いますよ。ええ、どう動いてくるでしょうか。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。ここは強肩のキャッチャーですから走りにくいかもしれませんね。2球目打ちました。山本が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。1回終わりました。2対0ジャイアンツがリードしています。先発の畑がバッターボックスに入ります。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。これが初球。初球打ち、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には追加点のランナー。バッターは山本。バントの上手い選手なので送る可能性が高いでしょうね。なるほど、バントしました。ピッチャーが取る。一塁送球します。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。
さあタイガース得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえ初球打ち、これはどうか、グラブが届いた、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。さあそして打席には丸が入ります。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあこのままの点差で回を終われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました。木浪が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。2対0、ジャイアンツがリードしています。2回の裏になります。追いかけるタイガースの攻撃、打順は5番ナバーロ。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。タイガースビハインドで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから、丁寧につないでいきたいですよね。そうですね。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。打順は6番高山、ヒットでランナーを1塁に置いています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは7番に入っている梅野。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ワンアウトになっています。初球ボール、外れていきます。ボール先行です。打った、これはどうか、満々中左中間破っていきました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ワンアウト三塁二塁です。さあ初球は何か、やはり安易にストライクから入れませんよね。ランナーがいますからね。なるほど、そうですか。高めのストレートで空振りを取っています。3球目は何で来るか、釣り球、しかし誘いには乗りません。ふわふわっと上がった、ここはフライになっています。掴んでアウト、ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあ打席には先発の高橋が入っています。まあ自ら打って自分を鼓舞していきたいですね。そうですね。さあ一打同点という場面を迎えています。まずは見送ります。ワンボール、これは見送っただけになりました。これが3球目、いい落ち方だったんですがバッターよく見ています。打った、センター前へ抜けていく、ホームに送球、サードランナーホームイン。タイガース1点返しました。2対1になりました。自らのバットで1点をもぎ取りました。ご覧いただきましょう。ピッチャーにタイムリーが出て点差を縮めます。まあやっぱり積極的にバットを振っていった結果ですよね。ここで得点が入りました。打順はトップに帰って近本。タイガースこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも一打同点のチャンスです。いい流れになってますから勢いに乗ってどんどん行きたいですよね。はい、さあここも続くことができる。初球打った、ぐんぐん伸びる、フェンス直撃、サードランナーがホームに帰っていきました。中継にボールが送られる、本塁タッチアウト、これで3アウト。ここ
ここはうまく引っ張っていきました。見事なタイムリーです。そうですね、綺麗に打っていきましたよね。ここで追いつきました。この後どんな展開を見せるんでしょうか。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。2回終わって2対2、タイガース同点に追いつきました。初球は何で来るか。初球から行きました。いいストレートですよね。アウトローのストレート、空振りです。ノーボールツーストライク。緩いボールできました。まあ次は釣り玉でもいいですね。なるほど、さあどう来るか。三振です。ワンアウトです。打席には5番バッター亀井。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。高橋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。スライダーが決まります。さあ3球目は何か。高めギリギリです。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは6番ゲレーロ。先ほどの打席で押し出しのデッドボールとなりました。いや痛いデッドボールでしたよね。打ちました。セカンドゴロ。糸原一塁アウト、スリーアウトです。この回ジャイアンツ三者凡退です。2対2同点です。赤星さん、序盤は非常に緊張感のあるゲーム展開になってますね。そうですね、攻撃にしても守りにしても同じような展開でここまで来てますか。初球打ち、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース勝ち越しのチャンスを迎えています。早い回からチャンスはしっかりものにしていきたいですね。そうですよね。まあここはチャンスではあるんですが、思い切って彼本来の引っ張る打撃を見せてほしいですよね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。バッターの糸井、今シーズンの得点圏打率は5割4分となっています。左中間へ、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。バックホームする。左中間へのヒット、これで4試合連続のマルチヒット。いきなり牽制、一塁はセーフ。これではバットが出ません。ストライクです。赤星さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんでしょうか。打ち方というよりもまずはうちのボール打った、面白いところに飛んでいる。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、ボールは中継。ファーストランナーサードキャンバスも蹴った、ホームに送球。ファーストランナーもホームイン。タイガース勝ち越しました。4対2リードを奪いました。さあ勝ち越したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いやー見事なバッティングでしたね。リードを取りましたが、ゲームは序盤、追加点まで行きたいところです。打順は5番ナバーロ。タイガースこの回2点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおもリードを広げるチャンスです。打ちました。取った、一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。さあそしてバッターボックスには高山が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット、5対2タイガース3点リードとなりました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。できればこの回で大きく勝ち越しておきたいですよね。前半戦から優位に進めていこうとしています。バッターボックスは7番梅野。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースこの回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。
赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。そうですね、まあここから見ていても勢いが感じられますよね。さあこの勢い、高めのボール、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バッターランナーは三塁まで進みました。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、6対2になりました。タイガース4点リードとなりました。ここはうまく引っ張っていきました。見事なタイムリーです。そうですね、綺麗に打っていきましたよね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。さあそして打席には木浪が入ります。さあ追加点のチャンスです。リードしてますが、取れる時に取っておきたいですよね。まだ打ちました。さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、7対2。タイガースなおもチャンスです。さあバッターボックスには先発の高橋が入ります。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ファウルになります。落としてきましたがこれは外れます。次が4球目、アウトコース打ちました。取った、二塁はセーフ。ショートのフィルダースチョイス、ワンアウトランナー二塁一塁。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、コントロールもバラバラですからね。そうですよね、まあただバッターからすればここで攻めておきたいところです。次が2球目、インコース、スライダー決まります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウト満塁です。打席には2番バッター糸原、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。いやー赤星さん、2球目打ちました。ヒットになった。ホームに送球する、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、8対2。タイガースリードを6点に広げて、ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。満塁の場面でマウンドに上がったのはマシソン。さあマウンドに上がったのはマシソン、今シーズン初登板です。さあ赤星さん、この場面で出てきましたね。まあバッターとしては嫌でしょうけど、しっかりボールを見極めていきたいですね。そうですね、流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。打ちました、ピッチャーゴロです。ホームに送球、ホーム送球アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。3回終わって8対2、タイガースが勝ち越しています。バッターボックス田中、まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど、さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。2球目は何で来るか、打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。打席には8番バッター小林、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。センターの前に落ちました、ヒット。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは途中からマウンドに上がっているマシソン、ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、木浪が掴んで2アウト。ファーストランナー飛び出している。打順は1番に帰ります。バッター山本、ツーアウトになっています。初球空振りです。
いいところへ決まります。あっという間に2ストライクです。ボールになります。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。8対2タイガース大量リードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。大山がバッターボックスに入ります。先ほどの打席で勝ち越しとなるツーベースヒットを放っています。いやあそこでよく打ってくれましたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。打った、これはどうか、この打球は落ちそうだ。追いかけますが頭を越えました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスのナバーロ、今シーズン得点圏での打率は2割9分5厘となって、初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、これが今シーズン50本目のヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。まず何を投げてくるか、打ちました、高いバウンド、セカンド取った、一塁へ、アウト、ワンアウト、タイガース1点追加します。アウトの間に得点、9対2タイガース、なおもチャンスです。バッターは7番梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティング、打ちました、ショート取った、一塁送球、ツーアウトになりました。打順は8番木浪、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナー三塁です。インサイド落ちました、これはどうだ、坂本、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。4回終わって9対2タイガースのリード広がっています。5回に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃、2番バッター坂本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガース大きく点差をつけて5回を迎えています。打ちに決まりました、ノーボールツーストライクです。インコース外れてボール、変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打席には3番バッター丸、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。高橋打ちました、伸びていく、初球から積極的に行きましたがライトライナーに倒れています。これで2アウト。改めてお聞きします、バッターボックスの岡本、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ日本人、これはセカンド糸原取って3アウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。9対2タイガース大量リードしています。今日の打線ですと赤星さん、この後も追加点が期待できそうですね。そうですね、この流れだとまだまだ点が入りそうな気がしますね。はい、あと何点入っていくんでしょうか。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール、これはセカンド田中抑えてワンアウトです。打順はトップに帰って近本、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど、そうですか。
打ちました。これは浅いフライ。ここは打ち上げています。ストレートを打っていきましたがセンター掴んで2アウト。2番バッター糸原、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。2アウトに打ちました。浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。積極的に行きましたが最後はライトフライ掴んで3アウトです。この回タイガース三者凡退です。5回終わって9対2、タイガース大量リードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、ピンチの場面だったんですが見逃しの三振を奪います。先制を許しません。いいとこ投げてきますね。いいコースだったんですけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスゲレーロ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。高橋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。打ちました。伸びていく。ここはフライになっています。3球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。打席には7番バッター田中、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。これはセカンド糸原取って一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。9対2タイガース大量リードしています。6回の裏、タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは糸井、先ほどの打席はピッチャーゴロ、併殺打となってしまいました。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで6回の攻撃に入りました。内への変化球は決まりません。打ちました。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。4番バッター大山、さっきはストレートを打たれましたからここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ファウルです。打ちました。これは浅いフライ。変化球を打っていきましたが2アウトとなっています。バッターボックスには5番ナバーロ、前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、打ち上げた。浅いフライ。この打球はフライになっています。積極的に行きましたが取りました、アウト。この回タイガース三者凡退です。6回終了9対2タイガース大量リードしています。こういう展開になってくると選手の心境というのはどのようなものなんですか。どうでしょうね、集中しろと言ってもなかなか集中しづらい状況。打ちました。これは大きい、伸びていく、ライト深いところ破っていきました。これが今シーズン50本目のヒット。バッターボックスには代打の中島。小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。最初は変化球できました、ストライクです。これが2球目。打ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター山本、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。インサイド落ちました。糸原二塁アウト。
バッターボックスは2番坂本。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ゲッツー崩れでランナー残りました。打ちました。取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。9対2、タイガース大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。7回の裏タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号19上原がマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。初球わずかに外れてボール。際どかったですよね。はい、インコースわずかに外れてボール。ボール先行です。これは切りました。ファールボールです。打った。田中掴んでワンアウトです。打順は7番梅野。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。打ちました。ファウルです。三遊間、内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは8番木浪。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。落ちる球できました。次が3球目。落ちるボールはこれは外れています。4球目は何で来るか。落ちる球を持ってきました。これが5球目。打ちました。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターは今日の先発ピッチャー高橋。ツーアウトになっています。バッターボックスには代打の鳥谷。まあここはしっかりつないでいきたいですね。初球は何から入ってくるか。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はライトへ。亀井が抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。7回終わって9対2、タイガース大量リードしています。これから8回ジャイアンツの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。飯田が2番手としてコールされています。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。さあマウンドを任されたのは飯田、今シーズン2試合目の登板です。さあ小宮山さん、ここで変えてきましたね。点差はあるんですけどしっかり抑えてもらいたいですね。そうですね。まあとにかくしっかり抑えてほしい。さあまず1球目、ここは初球を見ていきました。打った。取りました。ツーアウトです。バッターボックスには代打の楊大寛。小宮山さん、この展開で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。初球簡単にストライクを取ります。さあ2球目は何か。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。9対2、タイガース大量リードしています。
8回の裏、タイガース打順よく1番から始まります。近本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね、期待しましょう。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、点差があるからこそ丁寧につないでいくしかありませんからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。これが1球目、初球ボール。さてバッターの上田、バッターとしてはどういう特徴がありますか？圧倒的な走力と小技のうまさ、彼のセーフティーバントはなかなか防げないですね。なるほど、そうですか。これはちょっと手が出ないですよね。インローへキレのある変化球が決まっています。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、右に切れて惜しくもファウルボール。中への変化球外れました。打ちました、これは浅いフライ。ここは打ち上げています。6球目打っていきましたがライト掴んで2アウト。バッターは守備交代から起用されている江越。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。チャンスで打ってましたよね。そうですね、さあここも期待がかかります。打ちました、伸びていく、ここはフライになっています。この回タイガース三者凡退です。8回終わって9対2、タイガース大量リードしています。小宮山さん、ここはどのようなピッチングをしていけばいいですか？まあ、もう本当に慌てないことですよね。もうほぼもう間違いないわけですから、最後までしっかりと投球をしてほしいと思います。ファウルになります。引っ張った、ヒットになった。ゲレーロ、これが自身本日の初ヒットに。バッターボックスには代打の阿部。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね、さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。これが初球、初球ストライク。打ちました、センターの前に落ちました。タイガースピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁、8番バッター小林。まあ点差はありますから攻めのピッチングでいいと思いますね。なるほど、そうですね。バッターの小林、今シーズンの得点圏打率は3割1分2厘となっています。打ち上げた、ワンバウンドヒットになった、ホームへ、ライト前ヒット、これで3安打猛打賞。バッターボックスには代打の石川。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね、さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。改めてお聞きします、この石川どういうバッターなんでしょうか？いや、やりにくいバッターですよ。普通なら手を出してしまうボール気味の球も見極めてきますからね。そうですか。決まった、低めいっぱい、ワンボールツーストライクです。ピンチの場面見逃し三振、ワンアウトです。満塁は変わりません。打順はトップに帰って山本。ちょっと粘られてますけどしっかり締めて終わりたいですよね。はい、
さあ最終回しっかり締めてほしいところ、どういうピッチングになるのでしょうか。ファウルです。この球は見送ります。ファウルです。見逃し三振、ピンチをしのぎました。これでツーアウト、満塁は変わりません。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。外低め決まってストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。いいコースでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。なるほど。見逃しで三振を奪います。試合終了。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人が打ってくれましたし、これでまたチームが乗ってくるんじゃないですかね。そうですね、チームに流れを呼び込む今日の勝利でした。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。